ここでも入れちゃいます。はい。どうも、俺さん、りょうです。そうっす。調理っす。今回は冬の寒さもまだまだ厳しいということで、最高に美味しいですね、味噌ラーメン。味噌ラーメンでいろいろな作り方があると思うんですけども、まあ僕はですね、お味噌が濃い温まる味噌ラーメンが大好きなんですよね。味噌ラーメンってちょっとね、作り方がね、特殊でですね、そこら辺もですね、うまく落とし込んで味噌ラーメン、試行錯誤かなりしたんですけども、やっと満足いくもんができました。これマジでお店に負けないということですね。今回は私の渾身の味噌ラーメン作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきたいと思います。まずですね、お肉ですね、豚バラです。チャーシューとか入れるチャーシューマンもあるんですけど、今回は、炒めた豚バラが入ってる味噌ラーメンになります。まあ好きな方はね、自家製のチャーシューとか後で乗せていただいてもいいと思います。はい。で、あと具材なんですけども、今回野菜はシンプルにもやしと長ネギ、この2つでいきたいと思います。はい。たっぷり入れます。味噌ラーメンはスープが濃いんで、お野菜たっぷりの方が美味しいです。そして薬味でニンニクと生姜を使います。同量ですね。そして麺はですね、もう本当に何でもいいんですけども、できれば太めか中太めぐらいが味噌が絡んで美味しいと思いますんで、こういったものを用意してください。なければ細麺でも全然美味しいです。あとまあいつも最近もずっと出ずっぱりですけど、鰹節ですね。はい。これが入ることによってかなりお店の味、出汁の香りがしますんでね、美味しくなります。調味料は概要欄に書いてありますので、そちら参考にしてみてください。はい。ということでですね、至高の味噌ラーメンをこれから作っていくんですけども、至高の味噌ラーメンを、作る上で何が、重要かっていうことですね。やっぱりラーメンですので、すすっていくのがね、重要だと思ってるんですね。豪快にすすりながら食べる濃厚な味噌ラーメンはもう最高に美味しいということで、私もすする練習をしていきたいと思います。アルチューマシン4号ビュー。あ、悲鳴を上げてますね。これぐらいかな。ちょっと飛ばしすぎるですね、最近ね、みんな心配されるんで。ということで、ハイボールすすりながらすする TV かー。はい。じゃあすする TV 始まります。はい。じゃあやっていきたいと思います。まずこの鰹節 3g なんですけども、50秒チンして粉にしていきます。これね、いつもやってるんですよ。池盛りシステムっていう手法でございます。はい。リンの池盛りシステムで教わったやつです。はい。そしてですね、お野菜から切っていきたいと思います。まず長ネギなんですけども、これは白いところ青いところどちらでもいいです。土がないことを確認していただいて、こうやって斜めに切っていってください。はい。斜め切り、はい、こんな感じですね。もやしはこのままでいいです。ひげ根取った方がいいとかいろいろ言われますけども、いいです、そんな変わんねえから。あとはニンニクと生姜をおろしていきますんで、ニンニクの皮だけちょっと剥いていきましょう。でね、生姜に関しては皮ごとすりおろしていいんで、このままね、土がついてなければこのままおろしてください。この味噌ラーメンはね、めっちゃ早いです。はい。醤油ラーメンの時は2時間かかったんですけども、全然かかんないです。でもマジで店並みに美味しいのができるんで、これはね、試してみてほしい。そして豚バラね、スライスなんですけども、これね、なるべくね、細かく切るんですね。はい。それこそね、叩いちゃっていいぐらいの感じです。ひき肉っぽくしちゃうんですね。はい。味噌ラーメンって、まあ、味噌がかなり濃厚なんで、ひき肉と合わせるとすごく美味しいんですよ。で、ここでなんか欲しい方は味玉とかチャーシューとかこの時点で用意しておいていただければいいんで、こんな感じでね、ちょっと叩いていきます。じゃあひき肉でいいじゃねえかよって思うかもしれないですけども、豚バラだとこの脂身が多いじゃないですか。この脂身ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、脂身がある方が柔らかくなるんで、ひき肉も。なんで今回至高っていうことなんで、至高であれば豚バラを使ってほしいっていうところですね。もちろんひき肉でも代用可能ですんで、ひき肉しかないよっていう方はそれでやっていただいてもいいんですけども、豚バラでやるとさらに、至高になっていきます。粗挽きのこういうね、ミンチになりましたら、もうこれで、OK ですね。なんとですね、切るのはね、これぐらいなんですよね。次はですね、スープね、もうスープに取り掛かっちゃいますこれ。はい。じゃあですね、やっていきたいと思います。まずさっきね、チンしたカツオなんですけども、カツオ節なんですけども、こうやってね、揉んで粉にしておいてください。粉にすることによって、これ出汁代わりに使うんですけども、出汁がですね、非常に早く出ます。で、あとは、スープすすった時に残らないんですね。こうやって細かくしておいた方がいい。味噌ラーメンとかラーメンっていうのは動物性だけじゃなくて、こういう魚介系の味使うんで、こいつはですね、やっていった方がいいと思います。は
はい、そしたらですね、豚バラを炒めていく作業に行きます。炒める油、ごま油です。はい、ごま油小さじ2杯入れてください。ごま油の香りって味噌とすごく相性がいいので、ごま油今回使っていきます。ここにさっきの豚バラをね、叩いたものを入れていきます。ちょっとね、ほぐしながら入れた方がいいです。この豚バラっていうのは具にもなるんですけども、この豚バラからですね、いい動物性のこの豚のスープが、なんで 80g って結構多い量です。これを炒めてから煮ることによって、鶏ガラとか、そういったスープを、取らなくても美味しい、ラーメンになるっていうことですね。これはね、家庭料理の利点ですね。味噌ラーメンのスープ取るのに、これぐらい肉を使っていくと原価が上がっちゃいますんで、お店だとあんまり出さないかもしれないですね。炒めていきます。炒め方は多少焦げ目がつくぐらいで大丈夫です。はい、そんなにねパリパリって、しなくても全然平気です。要はね、出汁なんですよ。これは具でもあり出汁でもあるっていうような、位置づけの豚肉なんで、そんなにパリッとさせなくても全然平気です。ごま油と肉の炒まった香りがね、香りがします。この香りでハイボールをグイッ、かー、最高にうまい。はい、こんな感じで、ちょっと表面がパリッと、あんまりやりすぎるとこれミンチがね、こう固くなっちゃう。そしたら、水、これ 300cc、 はい、もうここでスープ作っちゃいます。そういうシステムです、これで。さっき、砕いたカツオの粉、はい、これで魚介のうまみ、肉のうまみの中に魚介のうまみね、かつお節の香り、うまみが、溶け込みました。そしてですね、みりんです。やっぱりですね、味噌ラーメンはね、ちょっと甘みがあった方が美味しいです。はい、なのでみりんを大さじ1杯、そして同じく甘みをつけていくためにお砂糖小さじ半分、香り付けでお酒です。これね、僕清酒作ってますけど料理酒でも大丈夫です。ここに、おろしにんにくとおろし生姜、さっきのにんにくを入れます。にんにくと生姜が入ることによってね、この華やかなね、パンチのある香りがスープにつきますんで、おろしにんにくはこのタイミングでね、おろし生姜とともに入れてください。はい、これですね。もうすっごいいい香り、複雑な香りがしてます。で、これで一旦沸かしますね。はい、で沸きましたね。沸いたら、もうすぐね、次の工程入っちゃいます。まずね、火はね、弱めていいですよ。で、ここで、僕はね、花丸家の無添加田舎味噌っていうのを使ってるんですけども、他の味噌でも全然平気は平気なんですけど、僕はこれがいいと思います。はい、一番美味しいです、僕が使ってる中で。なくても無添加の味噌ね、出汁が入ってないのにしてください。なんでかっていうと、もう出汁出てるからです。ここお味噌大さじ2杯ですね。で、ここに豆板醤、辛いの苦手な方は豆板醤の代わりに味噌入れてください。小さじ1杯、これでね、辛みと旨味がつきます。今回のスープって、お気づきの方いらっしゃると思うんですけども、ほとんど塩気がないんですよ、味噌以外。これはなんでかっていうと、これから入れるんですけど、もう味の素の旨味調味料と鰹節がほとんど出汁の成分なんですね。なんでその2つは塩分を持ってないので、その分ですね、味噌を濃く入れられるんですよ。だからめちゃくちゃ濃厚な味噌ラーメンになるんです。これで作った味噌ラーメンマジでうまいですから。で、ネギ、長ネギもね、入れていきます。はい、で、味の素をね、入れていきます。で、今回味の素はかなり要なんで、きっちり測った方がいいです。はい、小さじ半分入れます。はい、小さじ半分、これがもうスープの素です。これでですね、豚と鰹節のイノシン酸と味の素のですね、グルタミン酸がですね、非常に相乗効果を生み出して非常に美味しくなるっていう寸法でございます。そしてここに黒胡椒、香り付けていきましょう。で、ここにもやしを入れるんですけども、くたっとしたもやしが好きな方と、シャキッとしたもやしが好きな方がいると思うんですけども、シャキッとしたもやしが好きな方は、麺が茹で上がる直前にここに入れてください。ね、多少温めるぐらいで大丈夫です。ただ僕はもやしがね、少し火が通ったぐらいがいいんで、もうここでも入れちゃいます。はい、で、入れてちょっと泳がせて、これで、弱火で少し、煮ていきます。で、その間に、麺を茹でていきます。で、すいません、もやし入れたスープなんですけども、今火止めてあります。これ4分ぐらい、茹でる麺だったので、もう火止めちゃいました。直前でスープ温めてください。じゃないと、もやしがクタクタしすぎちゃいます。はい、麺はね、普通にお湯で茹でていただいて構いませんので、で、必ず沸騰したお湯でやってくださいね。見切り発信で今ポコポコ状態でやっちゃうと、ダメ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 のダメ麺になっちゃう。必ずラーメン沸騰したお湯でやってください。たまにね、見切り発信で60度ぐらいから茹でちゃう人がいるんですけど、食えたもんじゃなくなっちゃうので、必ず熱々に沸騰した、お湯でやっていく。じゃないとね、この小麦がね、固まんないんですよね。はい、これぐらいボコボコいってきたんですよ、皆さん。
はい、じゃあ入れていきます。ほぐしていきましょう。今回僕は1人前で全部やっておりますけども、2人前にしたかったら2倍作ればいいだけの話ですからね。3人前だったら3倍、4人前だったら4倍ですよ。麺はね、表示通りに茹でていただければ構いませんので、今回は後ろに4分半って書いてありましたんで4分半にいっていきます。じゃあそろそろ麺が茹で上がりましたんで、ザルに開けて水切りをしていきます。はい、よく水切りしたラーメンです。お、たっぷりだね。あっためさん味噌スープです。もやしも立ってますね、そこね。まあ、もうちょっとシャキッとさせたい方は後入れにしてくださいね。それでも全然美味しいです。もうここら辺好み、料理って好みなんで、これはね、ちょっとクタッとしてる方が好きですね。まあもう彩りで小ネギがあるといいですね。最後にバター、バターはねお好みでいいです。嫌いな方もいらっしゃるんで。てかね、マジでラーメンは好みなんで、こんな感じですね。こちらで至高の味噌ラーメン完成でございます。それじゃあ行きましょう。いただき、いただきます。これね、まずバター溶けてないところのスープから俺行きたい。最高、これパンチ効いてます。たっぷりの野菜と麺、バターも溶かしたところ行きましょうか。たまんねえなここ。じゃあいただきます。うめえ。かさ、最高だなおい。スープが段違いでうまい。麺に絡まったら味噌がめちゃくちゃ大量に入ってて、とろみのあるスープなんで絡むんですよね、この太麺に。うまい。僕も味噌ラーメンは昔相当食べ歩きましたけども、ダントツでうまいし、やっぱね、バターのコク効いてますね。そしてもやしのシャキシャキ感と、やっぱり、ね、濃厚なスープですよ。最高です。豆板醤ね、辛みがあるんですが、そこまでね辛みはないんで、七味も試してみようと思います。味変カンフージェネレーション。あっ、七味いいな。うめえ。すごく濃厚です。はい、濃厚だけど濃厚すぎもしないんですよね。どっちかというと濃厚さというよりコク深さが目立つ感じです。ずっとこのスープすすりたいんですね。好きな方は追い豆板醤とか追い味噌とかしていただいてもいいと思います。スープが最高。これのカップラーメンを作りたい。マジで売れる自信ある。ということで、ラーメン大好き小池さん、乾杯。乾杯。いやー、ラーメンはいいよね、ほんとね。そこら辺がね、結構バター絡んでる。マジで人生で一番うまい味噌ラーメンに関してはいただきます。はい。これはね、店出した方がいい。店出した方がいいよな。まんまこのまま千葉にない味噌ラーメンだ、これは。千葉にはない。俺は千葉どこも全部ほとんど食いに行ったけど昔出すとこない。ないで、またなんか北海道とはちょっと違うけれど、北海道と違う ね、うん、あそこはまあ独自な感じがあるから、うん、もういや、これは確立してるね、うん、やばやば。しかもスープ取ってないっていう、うん、科学の力でここまで行きました。自分で作ることもチャレンジするけど、とりあえず週1お金出すから作って、うん、週1これ来る。ここに食べ来るから。ここにガチで俺なんかポップアップショップとかで全然いけると思う。全然いけるね。全然ロッキンのさ、ロッキンの屋台でこれ出したい。今アピってんの。ロッキンの屋台、ロッキンがこれから千葉でね、やるからね。ロッキンの屋台。これはだからもう別にもうチャーシューとかなくて、もうちょっとオプション野菜増し、野菜増しだね。チャーシューはね、ちょっとくどくなっちゃうかもしれないね。煮卵あってもいいかもね。煮卵あっていい。煮卵あって奇跡の味玉、奇跡の味玉か至高の煮卵、至高の煮卵、どっちでも、どっちでも。しかもね、ラーメンの酒合うのこれ。ハイボールぐんぐんいっちゃったもんこれ。これはまあなんかもう麺吸い上げて汁余ったらもうご飯入れてもいいから。最高なのよ。太っちゃう、太っちゃうけど、もう太ってもいい。確かに、こんだけうまければ。味噌ラーメンって結構あんま好きじゃないタイプなんだよ。結構家系とかのが好きで、味噌ラーメンっていうのはあんまり好きじゃなかったんだけど、
やっとたどり着いたここまで。苦労したんだね。苦労した苦労したけど、至高のラーメン出したじゃん前に、あれもめちゃくちゃうまいんだけど、この短時間でここまで味ができたのを褒めてほしい。ああ、まあまあそうだね、短時間で、ね、これ30分でできるからこのラーメン淡麗なものが割と難しかったりして、今回はやっぱもう味噌の味をかなり立たすっていうのをやったんで、もともとラーメン大好きでめちゃくちゃ回ってたから昔だから、いやこれも多分すする TV も大満足だと思うね。すするさんにも食べてもらおう。すするさんにも殺すぞーって言ってもらおう、ね、そんなこと言ってたっけどいやすするって言ってるから、すするかすするだから違うから、そうということで食べてきてくださいねあとロッキンもよろしくお願いします。ロッキンもよろしくお願いしますじゃあアルチューマシーン何号だろう、4号ぐらい、3号ぐらい、4号ぐらい、アルチューマシン4号ビュー、あ、